クオリティの高いいい試合が見せれると思いますね。最初のあれなんで、そこはやっぱり気合入りますね。ムエタイってあったんで、それもやっぱり目標の一つとして、ずっと今もそうですけど、こういう階級ができてなかったんで目標はなかったですね。みんなに見てもらって、こういうのがあるのっていうのをまずは知ってもらうことがまず大事だと思うんで、そのためにしっかりクオリティの高い試合を自分は見せたいと思います。気をします。目を離さないでよ、見てもらいたいですね。一瞬で決まると思うんで。まあキックの時はもう全部で10箇所攻撃できるじゃないですか。10箇所を使って15分間の攻撃して、何で倒せないのって逆に僕は思うんですよ。見てる人は僕もパンチの音を聞いてびっくりすると思います。特にボディに当たった時は多分すごい音が鳴ると思うんで、多分それだけで多分どよめくと思いますね。試合も絶対勝ちますとか、絶対倒しますとか、僕はこの一番強いですと言いたくないんで、まあ、それもしっかり試合で証明するんで、まあ見ててくださいと。まあ出場するってオファーいただいた時点で、まあ確信しましたね。まあ僕の強さを証明する、まあ再開になるなと。世間の方々に山本哲也の強さを証明したいなと思います。まあいい選手ぐらいですね。自分の動きをやれば問題ないと思うんで、まあ常に自分との戦いだと思って。もちろん出る以上は優勝ですね。最低でも優勝です。そこがゴールじゃないんで、それが先のことを考え、はい。とりあえず最低はもう優勝しか考えてないですね。